津軽三味線指導小山講談でございます。チャンネル登録者数6000人記念ということで、津軽三味線のプロだったら四柄節を弾きながらスキーが滑れるのかということで、山梨県カムイ三坂スキー場にやってまいりました。成功ということでありがとうございました。それでは新しい三味線を See you later。 はい、カツカレーです。1250円。うん、うまいです。サクサクですね。レンタルスキー借りに行きたいと思います。楽しみです。レンタル代はこのようになっております。こちらでレンタルの申し込み用紙を記入します。身分証明書が必要です。こちらでスキーやウェア、スキー板やウェアやストックなどを借りていきます。なんとか弾けましたね。30年ぶりの30年ぶりのスキー&6段でございましたけど、バチが当たってないところもたくさんありましたけど、なんとか行きましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、三味線を弾きながらプロだったら、スキーが滑れるということで、お送りいたしました。ちょっと津軽三味線の普及発展をね、もっともっとしていきたいので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。よろしくお願いします。日本文化の魅力をお伝え、普及発展につなげていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。概要欄のチェック、コメントの方もよろしくお願いします。